登場人物が多すぎる？どうも、大河ドラマは3周する男、侍くんです。今回のテーマは、光る君へざっくり解説。2024年1月から NHK で放送開始している大河ドラマ、光る君へ。このドラマでは貴族が活躍した平安時代中期を背景として、もはや知らない人はいないほどの有名古典作品源氏物語の作者紫式部を中心とした様々な人間模様や権力争いを描いています。すでに20数話と話が進んでいますが、このドラマを見ている皆さんはこう思っている方が多いのではないでしょうか。登場人物が多すぎるわ。わからん。特に藤原ばっかり。人物同士の関係性がわかりにくい。そう、登場人物が多い上に関係性が複雑に絡み合っているため、ドラマを見ていても、どうしてこの人はこんな行動を取ったの？と分かりづらいことが多いです。そこで今回は、光る君へに登場する人物たちの関係性を分かりやすくまとめて皆さんに解説していきたいと思います。なお、動画が長くなってしまうため、今回は前編と後編に分けてご紹介していこうと思います。今回は主要メンバー中心に、後編はドラマで登場する天皇やその他の登場人物などについて解説していこうと思いますので、どちらも見ていただけると嬉しいです。それでは早速見ていきましょう。第1幕、光る君へとは。まず、大河ドラマ光る君へについて解説していきます。光る君へは2024年1月から放送開始した NHK の大河ドラマです。世界的なベストセラー、源氏物語の作者、紫式部にスポットを当て、彼女の生涯や人間関係、そして源氏物語を書くまでの過程を描いていくというのが主なストーリーとなっています。主役の紫式部、真宙を演じるのは女優の吉高由里子さん。紫式部が特別な思いを持っていたという時の権力者、藤原の道長を江本佑さん、紫式部の夫となる藤原の信孝を佐々木蔵之介さんが演じています。その他にも、吉田羊さん、高畑充希さん、岸谷五郎さんなど、そうそうたるキャスト陣が出演していますね。紫式部の生涯をメインストーリーとして扱いながらも、権力者道長を中心とした貴族たちの陰謀を渦巻く権力争いが勃発する様子も、このドラマの大きな見どころとなっています。紫式部の人物像や生涯を見て楽しみたい方、愛憎あふれる人間ドラマが見たい方、どちらも楽しめるのが光る君への特徴ではないでしょうか。第2幕、紫式部の生涯。それでは、光る君へのメインストーリーとなる紫式部の生涯について詳しく解説していきます。紫式部がいつ生まれたのか正確なところは分かっていませんが、近年の研究では天禄元年から天元元年の間に生まれたとする説が有力です。紫式部というのは、いわゆる通称であり、本名は分かっていません。作中では、真宙という名前で登場していますが、これはドラマオリジナルの名前だそうです。平安時代の貴族の女性は、本名を公にしない場合が多く、平安時代に活躍した清少納言や泉式部などの女性たちも、いずれも通称で、本名は分かっていません。正確な生年も本名も謎、となると、紫式部は有名なのにミステリアスな面が多いですね。また、紫式部は源氏物語の作者として有名ですが、歌人としても知られています。紫式部集や御集湯和歌集にも彼女の作品が収録されています。また、彼女の家系は教養のある人物を多く輩出しており、曽祖父には36家仙の一人である藤原の兼助がいます。また、父の藤原の為時は下級貴族でありながら、火山天皇に漢詩を教えた漢詩人であり、歌人でした。聖徳4年、紫式部は、親子ほどの年齢差がある夫、藤原の信孝と結婚。後に娘を設けますが、夫である信孝は3年後に亡くなってしまいました。
その悲しみを乗り越えるため紫式部は文学に傾倒。一説によるとここから源氏物語の執筆が始まったとされています。その後教養の高さを買われた紫式部は宮中に出仕することとなります。寛弘4年頃、一条天皇の中宮であり権力者藤原道長の娘である明子に仕え、和歌や学問を教えるいわゆる家庭教師のような役目を果たしていました。ちなみに紫式部は源氏物語以外にも紫式部日記というものを残しています。こちらは主に紫式部が経験した宮中での生活や日常について描かれていて、仕えていた明子のことや宮中の仕事、人間関係の愚痴など赤裸々に綴られています。一条天皇が没した後もしばらく明子に仕え続けていたようですが、昭和2年頃40歳くらいで亡くなったとされています。正確な没年や何が原因で亡くなったのかなどは明らかになっていません。第3幕、紫式部を取り巻く人間模様。ここからは紫式部の人間関係やエピソードについて触れていきたいと思います。第2幕でお伝えしたように、紫式部は教養のある家庭に生まれ、早くからその才能を開花させていました。幼少期から文学に目覚めた彼女は家にある歌集や書物を全て読み尽くしていたとか、また父の藤原為時は紫式部の弟である藤原信則に中国の古典である四季を教えていた際、横で見ていた紫式部の方が早く覚えてしまい、この子が男の子だったならと思わず嘆いたという逸話があります。さてそんな紫式部の父藤原為時についても触れておきましょう。藤原為時は平安時代の貴族であり歌人漢詩人です。菅原道真の孫である菅原文時に師事し、和歌や漢楽に励んでいました。その後才能を認められた為時は諸定親王の教育係として仕えます。親王が即位し崋山天皇となった際は式部の上6位の蔵人に任じられ、天皇の秘書のような仕事を行っていたとされています。しかし崋山天皇が退位すると為時は職を失ってしまいます。その後10年もの間為時が官職に就くことはできませんでした。困った為時は次の一条天皇のもとへ申し文を届けます。申し文は次のような内容でした。寒い夜にも耐えて勉学に励んだのに、希望する官職に就くことができず、血の赤い涙が襟を濡らしています。人事の修正があれば青く晴れた空に深く感謝し、さらなる忠勤を誓います。この文を読んだ一条天皇は夜も眠れぬほど感動したと言われています。そんな甲斐あってか為時は越前の国の受領として赴任することができました。越前の国での様子が今後作中でも登場していきますが、どのような物語になっていくのか楽しみですね。次に第1話で衝撃的だった紫式部の母千夜についてですが、彼女の名前もドラマオリジナルであり本名は不明で、資料には藤原為信の娘と書かれています。彼女はドラマで登場する真宙、弟の信信則の他に紫式部の姉の一男二女を設けました。え、真宙お姉さんがいたの？と思う方もいると思いますが、為時の赴任に同行しておらず、それ以前に亡くなったとされています。次に紫式部の夫となる藤原信孝ですが、彼は紫式部の父為時の同僚でした。しかも信孝は女性からの人気が高く、今でいうプレイボーイでした。紫式部の他にも複数の妻に紫式紫式部と同年代の子供がいたとか。信孝は紫式部に対し情熱的なアプローチを繰り返します。為時の赴任に家族でついていくことになった紫式部に対し、信孝は越前にいる紫式部のもとに求婚する手紙を送っています。紫式部はかなり塩対応でしたが、何度も何度も信孝に手紙をもらううちに気持ちに変化があったようで、父を越前に残して帰郷、信孝との結婚準備に入ったと言われています。好きな女性には一途にアタックし続ける信孝。確かにこれぐらいの情熱があれば女性にはモテそうですよね。そんな信孝ですが、紫式部と結婚した3年後に病によって亡くなってしまいます。信孝の死を嘆いた紫式部は次のような歌を残しました。見し人の煙となりし夕べより、
謎むつまじき塩釜の裏、親しかった方が煙となって消えてしまった夕方、陸奥国の塩釜の裏でたなびく塩焼きの煙でさえも親しく感じられる、このような意味の和歌となっています。プレイボーイの信孝とおとなしく内気な紫式部、まるで正反対の夫婦でしたが、紫式部が彼を偲んだ歌を残すなど夫婦仲は良かったようですね。次に紫式部のライバルとして有名な聖少納言の関係についても見てみましょう。ドラマではライバル関係というよりは仲の良い友人として描かれていますよね。詳しくは別動画で解説をしていますが、実際宮仕えの時期は被っておらず、ライバル視していたのは紫式部だけだったのではと言われています。ただ聖少納言は紫式部の夫について枕草子で書いていたり、周囲の人が聖少納言が仕えていた貞子と紫式部が仕えていた明子を比べる声があったりと、面識がなくともあの女と紫式部がなっていたのかもしれません。そして紫式部は聖少納言について次のようなことを残しています。それにつけても聖少納言ときたら得意顔でとんでもない人だったようでございますね。あそこまで利口ぶって漢字を書き散らしていますけれど、その学識の程度ときたらよく見ればまだまだ足りない点だらけ。彼女のように人との違い、つまり個性ばかりに走りたがる人はやがて必ず見劣りし、行く末はただ変というだけになってしまうものです。例えば風流という点ですと、それを気取り切った人は人と違っていようとするあまり、寒々しくて風流とはほど遠いような折にまでも、ああと感動し、素敵とときめくことを見逃さず拾い集めます。でもそうこうするうち自然に現実とのキャップが広がって、はためからはそんなはずはない、上っ面だけの嘘と見えるものになるでしょう。その上っ面だけの嘘になってしまった人の慣れの果てはどうして良いものでございましょう。なかなかの酷評っぷり、聖少納言に対してのかなりのストレスがあったのでしょうか。今後作中の関係性も変わっていくのか注目ですね。第4幕、藤原道長の生涯。紫式部とその人間関係について深く知れたところで、今度は光る君への影の主人公ともいえる藤原の道長について見ていくことにしましょう。光る君への中で特別な絆で結ばれていく紫式部と藤原の道長。紫式部のストーリーが華やかな宮中の絵巻であるのに対し、藤原の道長を中心としたストーリーは権謀術数渦巻く貴族の権力争いがメインです。何しろ藤原の道長自身が策略を駆使して摂政関白にのし上がった人物。彼の周到さや抜け目のなさが遺憾なく発揮されると言ってよいでしょう。ではそんな道長の生涯はどんなものだったのでしょうか。藤原の道長は弘法3年に藤原の兼家の五男として誕生します。この時は道長の他に道高、道兼という優秀な兄たちがいたため、道長はそこまで目立った存在ではなかったと言われています。道長の父である兼家とその兄兼道の仲は非常に険悪で、そのためか道長たち兄弟も仲がいいとは言えなかったようです。父兼家が政変によって摂政となり権力を握るようになると、それに伴って道長も樹脂の下樹三味と出世していきます。この頃道長は当時の左大臣であった源の正信の娘源智子と結婚。さらに道長は翌年源の明子も妻に迎え入れ、智子との間には二男四女、明子との間には四男二女と子宝にも恵まれています。道長の妻たちについても別動画ですでに投稿しているので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいです。結婚も家庭も順調そのもの、さあこれからと思いきや、道長の行く手に待ち受けていたのは泥沼の権力争いでした。省略元年に道長の父兼家が病気のため出家すると、道長の兄である道高が後を継ぎ摂政関白となります。これをチャンスと見た道高は次々と自分の子供たちを宮中や政界に進出させます。兼家が亡くなり喪中にもかかわらず、道高は長女の貞子を一条天皇の中宮に立てる
なんてことまでやってしまい、これに道長も怒ったのか、貞子の元には参内しなかったようです。さらに道隆は自分の息子であるコレチカを後継者として育て始めます。昇進を重ねさせ、コレチカを弱冠21歳で内大臣まで引き上げたのです。生まれながらの勝ち組、コレチカがそう思っていてもおかしくはない状況ですよね。すでに作中でもありましたが、父の後継者は私がふさわしいと、道隆の死後自分が後継者になる気満々といった様子でしたが、道隆の後継は道長のもう一人の兄道兼に。しかし道兼も疫病にかかってしまい亡くなってしまうと、コレチカと道長の間で後継者争いが勃発。一条天皇自身は自身の妻貞子の兄であるコレチカを摂政関白に置くつもりでした。しかし一条天皇の母であり道長の姉である明子が、道長を摂政関白にするようにと一条天皇に強く働きかけます。これに折れた一条天皇は道長をコレチカより上の位内乱に任じることに。こうしてコレチカと道長の対立は激化の一途をたどります。そんな中、コレチカが女性関係を理由に火山法王に矢を射かけるという大事件が発生。これを咎められたコレチカは左遷され失脚。この政変で道長は争っていた政敵がいなくなり、権力を確かなものにします。後ろ盾を失った一条天皇に対しても強く出られるようになり、長保元年には智子との間に授かった娘明子を一条天皇のもとに受待。さらに明子の立場を高めるため、明子を中宮へと引き上げ皇后としました。その後、寛弘5年、明子が皇子厚平親王を産むと、道長は狂喜乱舞したとか。父兼家がそうだったように、明子の息子、つまり自分の孫が天皇として即位すれば、自分は天皇の外祖父となって宮中で絶大な影響力を持つことができるからです。一条天皇が寛弘8年に上位し、三条天皇が即位すると、道長はすでに三条天皇のもとに受待させていた娘の剣士を皇后に据えます。自分の娘たちをそれぞれ天皇のもとへ受待させ、巫女を産ませることで自分の足場固めを着々と行っていたわけですね。そして昭和4年、三条天皇が眼病を患うと、それを理由に道長は三条天皇を退位させます。後を継いで天皇として即位したのは明子の息子である厚平親王。道長は念願の摂政関白に任じられ、高い地位に上り詰めることができました。しかし道長はやっと手に入れた地位をわずか1年で息子である藤原の頼通に譲ってしまいます。自分が権力を握った後は自分の息子たちや家来が繁栄するようにと、抜かりなく手はずを整えていたのでしょう。皇太子と目されていた厚明親王に圧力をかけて、皇太子の位を辞退させると、明子が産んだ2人目の息子厚永親王を皇太帝とし、寛仁2年には自分の三女伊氏を御一条天皇の中宮として嫁がせます。さらに自分の四女貴氏も厚永親王の妃とします。よくわからないと思った方もいると思いますが、図で表すとこんな感じになります。絶対的な権力者となった道長は、歴史の教科書にも登場するあの有名な和歌を読みます。この世をば我が世とぞ思う望月の、欠けたることもなしと思えば。まさに天下は自分のもの、道長の心情をよく表した歌だと言えますね。第5幕、道長を取り巻く人間模様。ここからは道長の周りの人間関係について詳しく触れていきましょう。ここでは道長の両親や兄たちについて、後半では姉の明子や職場の人間関係について取り上げていきます。まずは道長の父である藤原の兼家からご紹介しましょう。兼家には4歳年上の兄兼道がいましたが、この二人は官位をめぐって激しい争いを繰り広げました。天禄3年、兼家は長兄藤原のこれただから太政官の中でも高位の大納言に任命されます。しかしこれに激怒したのが兄の兼道。理由としては、兼家は年下にもかかわらず兄の兼道の上の官位にいました。弟のくせに生意気だぞと
どこかのジャイーンみたいなセリフが出てきそうですが、同年コレタダが病気を理由に関白を退任すると、関白の座をめぐり金家と金道は円雄天皇の御前にもかかわらず口喧嘩を始めたとか。結局円雄天皇は母の遺言に従い、関白は兄弟の順番につくことに決定。これでめでたしめでたしと言いたいところですが、金道の金家に対する怒りは収まらなかったようで、できれば金家を九州にでも左遷してやりたいものだとこぼしていたと記されています。その後金道は病気で亡くなってしまいますが、後継者は兄弟順ではなく藤原の頼忠が次の関白として就任します。この後継者については金家の解説動画で詳しくご紹介していますので、ぜひそちらをご視聴いただけると嬉しいです。さて話を戻しますが、永元2年、円雄天皇は自身の息子の立体子と引き換えに諸定親王へ上位することを決めます。円雄天皇の息子である安仁親王は金家にとっては孫であり、早く孫に次の天皇になってもらいたいと考えていた金家は、ここで諸定親王を改め火山天皇を半ば騙すような形で無理やり出家させてしまったのです。こうして天皇の外祖父の地位に収まった金家は藤原氏の宇治の長者として実権を握ることができました。次に道長の母の藤原の時姫についてですが、彼女は藤原の仲政という中流貴族の娘で、金家同様藤原北家の出身になります。二人の間には道高、道兼、道長、長子、明子と多くの子供が生まれていることから、夫婦仲は良好だったのでしょう。また金家には時姫以外にも妻がいました。その中で藤原の道綱の母にはライバル意識を持たれていたようで、彼女が記した陽炎日記には時姫と思しき人物が登場しています。さて後半にて姉の明子についてご紹介していきますが、道長にはドラマで登場していない長子という姉がいます。明子同様に長子も受胎しており、冷泉天皇との間に三条天皇を含む三男一女を設けました。しかし天元5年、三条天皇が7歳の頃に急死。この頃まだ紫式部は幼少期だったため、作中では描かれなかったのでしょう。次に道長の兄である道隆についてですが、道隆は父金家が仕組んだ火山天皇の退位にも協力していました。道兼が火山天皇を騙している間に即位の証である三種の神器を移動させるという役目です。これが功を奏すと道隆も父と同じように成り上がり出世を重ねていきます。金家の後を継いで関白となると、長女の貞子を一条天皇に、次女の元子を三条天皇に嫁がせ、順調に権力固めを行っていましたが、関白就任からわずか5年ほどで道隆は病のため亡くなってしまいました。また道隆ですが、娘の貞子を通じて女房の清少納言とも面識を持っており、清少納言の書いた枕草子にはお酒好きでよく喋るという道隆の人物像が描かれています。娘たちを天皇に嫁がせただけでなく、永遠元年には自分の昇進を断ってまでこれ近が小五位の下に除されるよう取り計らっている面を見ると、道隆というのは家族思いの優しいお父さんだったのかもしれませんね。次にもう一人の兄道兼について、作中では父の金家の命令であれば汚れ役すらも請け負い、前半では悪役、後半では道兼ロスと言われるほど人物像に変化があった役でしたね。道兼の有名な出来事としては、火山天皇を出家させた神奈の変。この功労者となった道兼は神奈2年7月に参議になったのを皮切りに、10月には受参味権中納言、11月には小参味と昇進を重ね、永祖2年には小二位権大納言にまで昇進。金家の死後、兄が後継者になったことに不満を持ち、当てつけからか父の喪中にもかかわらず客を集めては遊びほうけたとされています。その後道隆の計らいでさらに昇進を重ね、道隆の死後後継として関白に就任しますが、ほどなく病になり道兼は亡くなってしまいました。光る君への表の主人公である紫式部と影の主人公である藤原の道長、二人の生涯や人間関係を追っていくことでそれぞれの人物像が深く理解できたのではないでしょうか。
これからのドラマの中でも紫式部や道長、それに周りの人々がどんな運命をたどっていくのか注目して見ていきたいですね。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また後半でもお会いしましょう。